のね、このネタをまたやることになるとは思わなかったんだけど、えー、黒沢敏夫さん、えーえー、と大御所の、えー、役者さんの黒沢敏夫さんがまたえ、えー、再び炎上してますということでね、えーえー、っとこれ1月1日のブ,ブログなんですけども「えー、紅白歌合戦は」は、えー、理解に苦しむ最悪の歌番組だったと, <laughs> ということで、えー、このブログがねあのまた炎上しませんっていう話ででまあなんか要するに、まあ、あのちょっと下にリンクを貼っておきますが、えー、ただ騒ぎ立てでふざけて進行する他の歌番組も 同じ構成、えー、それにしてもほとんど知らない曲が大ヒットすいません僕の勉強不足 <laughs> 長い歌詞で、えー、お大声で叫ぶだけ心が伝わってこない教習が全くない とということでまあもう「紅白」がまあクソだったということをね、えーまあ、ブログに書いておりましてでまあなおかつでもねあの、まあ、自分の勉強不足みたいな感じで、まあその,次回の年とかもねちょっと見えるような形だったんだけども <laughs> まあこのブログがまた炎上してるっていうわけでそうでもなんかね、まあ、ちょ黒沢俊夫さんはあのちょっと前にも言ったんだけど実は僕あの映画で一度共演させていただいたことがありまして「あの君のまなざしね」ね梅咲会とか主演やってあと、えー、僕がね、えーとまあ、脚本プロデュースでもう一あもう もう一人の主演みたいな感じで出た作品でワンシーンだけあの僕と梅崎海人とあの3人のシーンがあってそこで共演させていただいたんですがそういや, <laughs> いやまたまたまたちょっとなんだろうね、うんまあ、黒沢さんまたねこんな感じで、ね、YouTube のネタにもっかりするとは思わなかったんだけど、うん、まあなんか、まあ、わかるんだけどねわかるんだけどさっていう話であのやっぱ僕も、まあ、今31だけど。 あのやっぱり正直最近のねあの、ま、今年大ヒットした曲とか、うん、正直ねあんまりだからその自分の感性に合うかって言ったらあんまり合わない部分があるそうあんまり合わない部分があるし僕はもうあの10代後半から20代前半とかまでもうゴ,リゴリゴリのなんか、まあ、どっちかというとビジュアル系寄りの,、えー、ばあのバ,バンドみたいなのめちゃくちゃやってた人間だから、えー、ジ,ャジャンヌ・ダルクとかラルクとかねそう,なんかあのそういうのばっかりずっとねあのずっともうコピー版しまくってたような感じだか,だから今の流行ってる曲とか聞くとやっぱちょっと ちょっとなんだろう緩いなっっっててていいううか,かゆるゆるふわっとしてる感じっていうかいやもっと刺激が欲しいよなっていう感じで思うから確かにねあのすごい黒澤さんの気持ちとかもすごくよく分かるあの、まあ、リサさんは好きなの、ね、リサはあ,のリあ,のあれあれ「f a フ,フェイトゼロの,あの曲からもずっと好きだからそ,うそれは好きなんだけど結構だから割となんだろうふわっとしてる曲みたいなあんまり響かなかったりするっていうのはそれは分かるんだけどでもやっぱりなんだろうね、あのーまあ、自分をアップデートし,なしていかなきゃなとも思うわけであってやっぱり今流行ってるものっていうのがやっぱりあ,ある程度あの まあ多くの人,と人たちのまあ人気を得てるってわけだからそれにはやっぱそれなりの理由があるわけであってあのやっぱりそれは今流行ってるというかいいわ若い人たちが求めてるものっていうのがこれが今あの需要があるものっていうのは認識した上でそれはあのまあ勉強としてあのしっかりだからえそれをまあ学んでそれだからなんだろうそっちの感覚の方に自分をねあの合わせていかなきゃいけないなというふうに僕は思ってるわけですよ。まあ、それはねやっぱあの、まあ エンターテイメントをやってる人間として、やっぱ感覚が古くなっちゃって、るのはこれはもう。すなわち、死を、死を意味するんで、だからなるべく。映画とか、ドラマとか、ドラマとかも全然見えてないんだけど。あの、まあ、なるべく新しいものを、あの、自分の中にインプットしていくっていうのは意識してやるようにしている。本当はね、本当は、だから、もう、あの、なんか、エクジャパンとか、ジャンダルクみたいな、あの。そういう、そういう曲とかね、流行ってほしいって思ってる、その方が楽しいんだけど、でも、やっぱね。あの、今はやっぱり、なんか、ねひ、ひげ団とか、アイミょンとかね。そう、ね、そういうのが、やっぱ、今の主流だから、やっぱ、そういうのをね、あの、勉強して、カラオケ。 とかでもね、歌えるように、えー、していかなきゃいけないなと思ってね日々勉強をしてるわけでございますそうだからねなんかすごく、まあ、こ黒沢さんの言ってることっていうのは僕はすごく個人的に、えーまあ、あの分かるなっていうかすごいめっちゃ気持ちは分かるなって思ったんだけどやっぱりその、まあ、表現者としてエンターテイナーとしてはあの、まあ、それでも今のねあの若い世代10代20代あの,の人たちが、まあ、好きなものっていうのをまあ学んでいって自分をアップデートしていかなきゃいけないんだなっていうのを同時に思ったかなっていうそんな感じです。それをやめちゃうと,それをやめちゃうと 大川隆法になっちゃうからそ,うそれをやめるとあの大川隆法みたいな1980年代あの時が止まっちゃってるワープロ方カタ,カタの時代でね、えー、時が止まっちゃっていまだにか仕事とかもなんか、えー、パソコンとかであのメールとか打てないから携帯電話も使えないみたいなね柄系すら使えないそんな手書きのなんかダーマットで書いたメモとかで職員に私それをファックスさせてみたいなね、まあ、そんな人間になっちゃったらやっぱ時代の感覚とかが分かんなくなっちゃうしだから、まあ、今の,あの世の中の人たちの気持ちとか分かんなくなっちゃうからだからそういう大川隆法みたいな化石にならないために僕はえー 新しいものっていうか今流行っっっててててるるるもののいうううはなるべくあの取り入れて勉強すすよよにあの努力あのしようと思ってます31だけどね31だから今の若い世代から10個ぐらいあの差があるんだけどなるべく古く自分が古くならないようにっていう努力をしてますっていうそんな話でしたねっていう感じでまた黒沢俊夫さんをネタにしてしまったんだけど、ね、ブログね結構面白いんですよ読んでみると割と結構あのと,と尖ったこと言っててちょっとね気になった方は読んでみてくださいちょっと黒沢さんのブログあの面白いです、はい、そんな感じでした。